こんにちは、あきです。今日もパリで学んだブレない自分の作り方の時間がやってまいりました。さゆみさん、今日もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。外出できない時期が続いて、まあ、家にこもってたと思うんですけど、新しいことっていうか、まあ、この時期だからこそできることみたいなものがあったと思うんですよね、うん、で、うん、やっぱりほら買い物が食料品しか買ってないじゃないですか。全然買ってないですよね、何も、うんうん、全然お金を使ってないですよ、食料品以外に。ですよね、同じ、うん、だし、うん、まあ、ある意味靴とか履く機会もないし、外出ないからね。でバッグも買い物用のバッグ持っていつも出かけて、ね、うん、シポーチとか、うん、だから何にも新しいものが必要ないみたいな ね。でそれでやっていけちゃってるみたいなね。で本当に私も下はいつもスポーツウェアみたいな動きやすい格好して、私もですよ、いつでも動けるようにみたい な感じでね。だから、うん、でそんな中、まあ、ちょっと先々週ぐらいにもちょっと話したんですけど、逆に外に出ないからこそ新しいことをやろうと思って、まあ、メイクとかね、うん、美容をちょっと今意識的にやってるわけですよ、私は。それは素晴らしいことですよね。で保湿いっぱいしたりとかいろいろ変えないけど、いや本当は今頃4月だったんですけど、日本に行く予定だったから、うん、そうですね、買いたいものリストがあったわけですよ、うん。でまあ、もちろん美容系のものもあれば、まあ、本当に、うん、まあ、はっきり言うとだしとかね、そういうものですが今もうそこをつき始め、うん、本当に分かる、うん、困ってるんですけど、うん、でもなんか確かに自分の中でちょっとふっと思ったのは、うん、メイクとか、まあ、あるものでね、まあ、本当に断捨離もしちゃってたから、あんまり必要なものっていうか、うん、自分が本当使うものしか残してなかったんですけど、うんうん、なんかいつも同じパターンだったんですね、メイクも、うん、当たり前ですけどね。で、はい、ちょっと新しい自分もいいかもと思い、うんうんうん、と思って、この外出禁止の解除のこの真っ只中でメイク道具を買ってしまいました。それは、ネットで、ネットで通販みたいな感じですね。そう、まあ、要は買えないからね、開いてないからね、そう、お店には行けない、ね、お店は行けないかなかった、うん、そうで、ね、だからセフォラとかね、フランスだと有名なセフォラとか、あとは私が見たのはそのブランタンのメゾン館、うん、メゾン館って要は美容部門みたいなねところで化粧品とか使ってるところ、はい、で、まあ、私本当にメイク道具って買ってなかったんですよ、うん、意外にも、意外にもね、もう本当に、うん、でもまあ、マスカラとかはね結構買い直したりとかはしてたけれども、うんうん、買い直すっていうかなくなっちゃうから買ってたけど、そんな簡単になくならないじゃないですか、日焼け止めぐらいとかぐらいで、あんまり、うんうん、なんかアイシャドウとか全然減らないしとか、なんかそういう感じで、うん、あんま全然買い足してなかったんですけど、あとなんか日本に行くんだったら、なんて言うんだろう、日本ってプチプラですごくそういいのがねね、あのコストのとってもいいメイク道具がたくさんあるじゃないですか。そう、フランスってそんな、たくさんないんじゃないですか。あるけどクオリティがみたいな、そう、あのついていってないところが多いんで、うん、あるんで、したら日本に帰った時にまとめて買おうって、私は結構そうやってやってましたけどね。で、まあ、やっぱり日本人の肌に合うっていうものを考えたら、うん、日本の方が揃ってるのは当然だし、ね、だから色味とかもね、ね、そうとかもね、でもね、私がなんで、まあ、新しいメイクをしようかと、別にあの流行りとか入れてるとかそういうことではなくて、うん、私が持ってるのがもう同じパターンばっかりだったんですよね。だからくすみ系ローズとか、うん、もうそういうのが、まあ、あのリップとかもね、そういうのばっかりで、うん、でちょっとねブラウン系を試してみたくなったんですよね、このちょっと大人っぽい雰囲気で。私ブラウンをずっと避けてたから、なんかくすんで見えるかなとか、うん、まあ、でも色によって色々だからね、ね、だから似合うブラウンが絶対合うはあるはず、そうと思っ
で見てみたらブラウンが一個もなかったという事実アイシャドウがちょっとあっただけで一応かろうじて取ってあったアイシャドウがあったぐらいで、あれ、だからあのリップも全部ローズ系だし、チークも1個持ってたんですけど、その1個も、じゃあ何も持ってなかったですね、何も持ってないですよ、ね、だから何か1個揃えても、まあ、バランスがめっちゃ悪いなと思って、変じゃないですか、リップをブラウンにしたからって他がローズだったらちょっとこれは、っていうことでちょっとねブラウン系というか私にしてはなんかローズ系からちょっと外れた色をちょっとチャレンジしようと思って、私にしては大人買いしちゃったのね。しちゃった。だからあとなんかいろいろね、アマゾンで見たりとか、アマゾンにないものはだから結局セフォラで見たりとか、プランタンはどっちが高いとかね、いろいろ見たりとか。まあそれはそれで楽しいですよね、いろいろ。ねね、まあお試しができないっていうのがネックなんですけど、でもそれを使ってる人たちの YouTube とかも全部調べて、どういう時にこれは使えるかとか、やっぱり今本当にメイクとかは YouTube とかもいっぱいあるから、まあ、なるほどなるほどみたいな、ね、で、ね、日本のそのプチプラとかね、日本のコスメは買えないからこっちでは、欧米っていうか、まあ、ヨーロッパブランドというかこっちで買えるブランドでなんかあるものみたいなものをいろいろ試して、ちょっと楽しかったそれはいいこと、なんて言うんだろう、一応女性ですからね、やっぱり綺麗にしていたいわけじゃないですか。だけど誰にも合わないし、出れないし、そう合わないけど自分のテンションは上がるみたいな、もう上げておくのはね大事ですよ、大事かなと思って、だから、ね、もう別に全部を揃えるとかそういうつもりはないけれども、まあ、でも新しい、ね、色味とかね、多分ほとんど使って、ブラウン系って最初の頃昔持ってたけど、最近はもう全く持ってなかっただから、でも考えたら、まあ、確かに私ほらパープル系とか青みの強い、まあ、ローズとかそういう系が強、多かったけど、でもブラウン系って別にデニムとか白いシャツとか、シンプルな、ね、ものだったら結構合わせられるんだなと思い、なんか洋服を変えるって方じゃなくて、もうちょっとこうメイクで変化をつけるみたいな。そう、そうね、なんか洋服は逆に今私すごい転換期に来てると思うんですよ、もうね、今後のファッション業界もそうだ、アパレル業界もそうだね、だけど大転換期に今向かってると思う、なぜかというと、もう今後テレワークみたいなのが主流になって、人とそんなにね直接会わない、会う必要がない、スーツを着る必要もないみたいなのが主流になってくると、本当にね、人の働く時のファッションとか、もう日常のファッション感覚とかがすごい変わると、もうすごく感じるんだけど、予測が変わるだろう、変わるなって、自分でも変わってきてるし、もうね、もうそれが絶対変わるって、社会情勢的に変わりますもんね。もうね、絶対変わりますよ。だから、今までの、あ、これ着たら素敵とかっていうところとまた違う観点で、洋服も多分メイクもそうだと思うんだけど、選んでいく人って、そうだと思う。確かに。まあ、人の価値観が変わればファッションが変わってくるのも当然だし、まあ、どっちが先でもいいんですけども、ファッション変われば価値観も変わってくるし、ね、だってマスクしなきゃいけないんだったら唇にね、唇にたらマスクについちゃうしってなると、そうやっぱりアイメイクとか髪ヘアとか、そういったところにもっと重点を置く、ファッションとかお化粧とかね、そういったことに主流になってくるかなですよね。当然
ですよね。で、それをトータルバランスにしたりとかすると、またファッションも変わるだろうし、うん、マスクに似合うファッションって何だろうとかさ、やっぱあるじゃないですか。うん、変わる変わる。マスクにハイヒールはちょっと、うん、変な感じだな、うん、じゃあスニーカーにしようかとか、うん、ね、すごい変わってくると思う。そう。そうだと思います。だから、多分その心境の変化が、ちょっと同じタイミングで私にも来てて、で、多分、なんか、あえてブラウン系っていう、ちょっと自分なりに、うん、自分にとってはちょっと挑戦っていうか、うん、まあ、ある意味、私にとっては懐かしいっていう色味とかを。うん、でも、うん、まあ、とこう、ね、ブラウン、アキさんの肌の中に、必ずこうメラニン色で合う、ある色だから、あるからね、絶対ね、うん、似合うもの絶対ある。絶対ある。で、メイクって、まあ多分ファッションも全く同じだけど、やっぱりすごい心理的なものが大きいなと思ってるから、うん、まあヘアスタイルもそうですよね。やっぱり、うん、その変えるっていうこと自体がすごくいいんだと思うんですよ。変えるっていう気持ち、変えようと思ったっていう気持ちとか、チャレンジしてみようと思う気持ちとか、それが、まあ、このね、外出禁止の中で、まあ、大きな変化が、そんなにずっと家にいるとないじゃないですか。ない。ないよね。だから、それをちょっとこう、日々のメイクの、まあ、自分なりにやっていく中で、まあ、変な話、ね、年齢も変わっていくし、同じ、今までと同じメイクでいいはずもないし、でもちょっと、自分なりにちょっと一歩先にチャレンジしてみたい色味とかね、ラインとか、ね、うんうん、そういう、ね、新しい何かを発見してたいですよね。ね、だからいつ出かけてその身につけて出ていくかっていうのはまあ置いといて、うん、でもなんかいつでも多分私の場合怠けると本当にまた一から出直すとね、まためっちゃ時間かかるんで。今この練習してるぐらいがちょうどいいなので、だからまあこういう感じでやってていつでも出れる状態にしておいて、うんうんうん、まあだからまだねちょっとやっぱりこう郵便事情の関係でねすぐ届かないで1週間後ぐらいっていう感じなんですけど、でもまあ急がないから今の私は、うんうん、そうだから、うん、まあ いつまた出れるか分かんないんでね、そうだから、うん、ちょっとそれでまた練習するっていう、なんかその体験が大事かなと思って、うん、まあ、だから最近私が自分のもので買ったものっていうのをね、ちょっと今日はメイク道具ご紹介させていただきました。はい。はい。まあ、どうなるかはまた今後っていう感じですね。楽しみにしてます。でも、はい、アキさんは絶対ブルー系とかも似合うと思う。ちょっとね。ちょっとチャレンジングですけどね。スモーキーな、うん、ね、こう薄いブルーとか、うん、まあ、今度メイクさせて、うん、本当にちょっと似合うと思う、うん、そう、スモーキーはちょっと練習してて、シルバーっていうかグレーをちょっと難しいんですよ、くすむから、ね、グレーが入ったブルー、うん、ブルーね、ブルーとかね、うん、絶対似合うと思う、うん、まあ私ブルー着るからね結構ね、うん、似合うと思う、うん、目元がね、まあ、涼しげで、すごい洗練された感じになると、ね、垂れ目だからちょうどいいかもしれないという感じですね。いいと思う。そうそう、だから、うん、なんかね、まあ本当社会情勢も変わればファッションも変わるし、うん、メイクも変わるし、うん、まあ個人の価値観も変わるっていうところで、うん、なんかそこでね、前と同じ自分じゃなくて新しい自分に出会えるよう精進するっていうのが、うん、まあ、このね5月の目標です。はい、はい、はいはい、それでは本編スタートです。はい、それでは本編です。今回はですね、ちょっと最近まだねインタビューができない状態なんですけども、たまたま以前ね2年前ぐらいですかね、インタビューをさせていただいたプロインタビュアーの早川さんと、うん、オンラインでね、お話をして、逆インタビューっていうのを、まあ確かに私の番組というか、この番組で私がインタビューされるものって載せる機会がないじゃないですか。うんうん、なので、はい、結構
根掘り葉掘り幼少期聞かれたんですね。そうそうそう、ちょっとそれは興味ある。そう、うん、そうだからなんか親のこととかね、なんかその兄弟とか、うん、なんかその私の原体験はどこにあるのかみたいなところも含めて、うん、まずちょっと長いんですけどね、第1回目をぜひ聞いていただきたいなと思いますので、楽しみにしててください。それでは、聞いてください。こんにちは、あきです。今日はいつもとちょっと少し違うパターンでお届けしたいと思います。この番組の配信をサポートしてくださっているキッカス株式会社の代表取締役で、プロインタビューの早川洋平さんをゲストにお迎えしています。早川さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ご無沙汰してます。ご無沙汰してます。実は早川さんには2年前になりますかね、インタビューをさせていただいて、パリでインタビューさせていただいてからの2年ぶりのご登場ですよね。そうですね、パリに伺って、パリのね、あのもうカフェの中で、カフェで、はいはい、インタビューをしていただいたのか、していただいたんですね。そうです、私がさせていただいたんですよね。はい、もうとても楽しかったんですけど、 あれから2年、あっという間ですね。あっという間ですね。あの回ね、結構いいっていう人いるんですよ。あ、本当ですか。ちょっとありがたくもプレッシャーでもありますけど、あの早川さんの回よくて何回も聞いてますっていう人結構いて、私の周りに。あ、はい、本当ですか。私自身もすごい勉強になる回だったんですけども、はい、まあ、簡単に何をしてらっしゃるか、はい、ご紹介をお願いしてもいいですか。はい、ありがとうございます。改めまして、はじめまして、キクタス株式会社の、代表しています早川洋平と申します。現在ですね、先ほどご紹介いただいた通り、アキさんの番組をはじめとする、各界のプロフェッショナルだったりトップランナー、それから企業だったり、公共機関などの、ポッドキャスト番組の配信のお手伝いをさせていただく一方で、インタビュアーとして国内外の魅力的な方々のお話を集め届ける、そんな仕事をしています。はい、素晴らしいお仕事をされていらっしゃる早川さんなんですけども、なぜ今日早川さんと一緒にやっているかということなんですけども、はい、そうですね、そこは僕が、はい、お話しした方が良さそうかなと思うんですけど、答えはとてもシンプルでですね、あきさんにインタビューするために今日馳せさんじました。はい。これ、リスナーの方はですね、これまでこの番組、様々なね、方に、アキさんがインタビューするっていうのを聞いてきたと思うんですけど、僕の記憶が正しければ、肝心、アキさんがインタビュー受ける回っていうのはないですよね。そうですね。別の方のポッドキャストではあるとか、はい、そういうのはあるんですけどね。そうですよね。まあ、当然ね。この場ではないですね。当然ね、なかなかご自身の番組でご自身をっていうのは難しい、当然と思うので、まあ、先日番組を聞いててふと気づいてしまったんですね。まあ、東大元暮らしというか。そうなんですよ、気づかれてしまったんですよね。そうなんです、まさに。なので、まあ、今回ね、もうこれはもうインタビューするしかないなと。しかも前回ね、先ほどお話し出たように、2年前番組に勝手にパリまで押しかけてお邪魔してベラベラ喋っちゃったのですね、今度は聞かないと お返しができないなと思って、とんでもないです。はい、もう今日は本当にちょっとドキドキなんですけども、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ちょっとプレッシャー、はい、ここから僕がバトンを引き継いでいい。そうですね、はい、ぜひぜひお願いします。はい、なんかアキさんの番組なのに僕がリードするのはちょっと不思議な感じなんですけども、ここからいろいろお話伺っていきたいと思うんですけど、はい、お願いします。はい、やっぱりね、こうシンプルにこの番組聞いてる方はね、もちろんみんなアキさんのことよくご存知だと思いますし、リアルでアキさんのこと会った方もいると思いますし、オンラインで会ってる方もいると思うんですけど、まあ、やっぱ改めてアキさんとは何者かというね、はい、プロフィール的なものをまあ、そのまま文字で聞くんではなくて、やっぱこうやって立体的に聞くのがこのね、インタビューであるポッドキャストの楽しみだと思うので、まあ、その辺を根掘り葉掘り伺っていきたいなというふうに思うんですけど、はい、まあ、やっぱりそもそもなんですけど、アキさん、はい、ね、初めて出会わせていただいたのも、あれパリでですよね。そうですよね。はい、日本じゃなくてパリですよね。そうなんですよ。はい、パリでなので、まあ、僕からすると、アキさんともかれこれ、あれ2012年とか3年とか7年ぐらい、付き合いさせていただいてるんですけど、ね、その後日本でもお目にかかったことありますけど、やっぱり当然、アキさんといえばもうパリのイメージしかないんですけど、
当たり前ですけど、もともと日本でお生まれなんですよね。そうです。はい、ちょっとすみません、お土産みたいですけど。おかしい。はい、東京生まれの東京育ち。ですよね。東京以外には日本で住んだことがない。あ、そうなんだ。東京どこですか、差し支えなければ。東京の23区で練馬区っていうとこなんですけど、もうずっとあの辺です。あ、そうなんだ。石神井公園とか大泉学園とか。あ、石神井、なかなか読めない、ね。知る人ぞ知る。最初ね。最初読めない石神井ってあれですけど。あ、そうですね。はい。そうか、やっぱり東京なんですね。僕最初お目にかかった時もお話伺いましたけど、やっぱり僕ちょっと広島にいたこともあるんで、はい、あの秋っていうとね、あ、広島の方のひょっとしたら方なのかなと思ったんですけど、全然関係ないと。関係ない。でもまあ親戚はいますけど。いらっしゃるんですね、やっぱ。うん、あの母方の兄弟とか親戚が広島なんですけど、特に広島だからつけたわけではなく、漢字を当てた時に秋って名前はもらってたんですよ。はい、うん、でどの秋の漢字にするかって言った時に、父がこの漢字がいいって、うん、広島の秋を持ってきたっていう感じです。え、それはなんかここで思った以上に僕も突っ込んじゃいますけど、その広島になんかそうやってご親戚とか多いから秋にしようってお父様つけたわけでもない。なんかそこは広島だからっていう言葉は聞いたことがないですね。漢字がこの漢字がいいと思ったって聞いた。あ、そうなんだ。なんかね、秋さんって名前はもう日本に何万人何十万人と いそうな感じしますけど、この秋っていう字あんまり見たことなくて、うん、他にいます？ない。ほぼね、男性で一人秋何とかさんっていう人の秋がこれだったのが一人。あ、名字？うん、名前で秋文さんとか秋広さんとか、なんかちょっと名前忘れちゃったんですけど、はい、その秋の部分がこの秋の宮島の秋で、あとね、一人だけいました。でもその方、子がついてたとか、なんか、秋で終わってなかったかも。うん、じゃあ、ひょっとしたら、もう日本で本当に、まあ、一人か分かんないけど、この秋さんは、他には秋さんは知らないってことですね。うん、少数派ですね。っていうか、まず、広島とかを、当時、私のちっちゃい頃は、広島とかを知らない限り、まず読めなかった、みんな。ああ、そうか。あ、アゲイさんとか。そう。だって私、高校、中学、高校のあだ名がアンゲーって言われてました、ね。あ、それはそれでなんかちょっとフランス人っぽいですよね。いや、違う違う、そんなことはない。ちょっと強引かな。強引かなんですけど。うん、そうそう。だからそれが本名だと思っている人がいたんですよ。うん、そういうふうに呼ばれてたから。うんうん。ああ、そうかそうか。しかもそうですよね。うん、名字だったらなんかちょっと急いで名前だもんな。その読みいない、ね、面だけだと、うん、というね、こうアキさんがどうやっぱりシンプルにこの世界の、うん、しかもパリに結びついたのかなって、まあ、話すと長くなると思うんですけど、長く話していただいていいので、まあ、本当にそもそものところから聞きたいなと思ったんですけど、うん、なぜ東京、日本では東京にしか住んだことのないアキさんがね、こうここにいるのか居続けるのかっていうところをやっぱり伺いって、うん、そう、まずね、根本的なところから言うと、私はフランスに全く興味がなかったんですね。いきなりですか？そう。必ず、フランスにいる人はみんなフランス好きの人が来てるって思う人がいるかもしれないんですけど、うん、私は嫌いとかでもなかったけど、興味がなかったし、はい、うん、大学の時に、まあ、女の子は大体第二外国語でフランス語を取るんですよ。うんうん、だけど、全く興味がなくて、フランス語もあんななんかわけのわかんない発音する言語なんかやりたくないと思ってたので、はい、フランス語選ばなかったし、うん、パリに行きたいと思ったことなかったんですよね。え、第二外国語はでも一応フランス語選んだんですか、それでも。うん、ドイツ語です。興味ないから。これこっからいきなり聞いた方、大丈夫ですか、パリで学んだブレない自分の作り方。だからそうそう、だから当時は、ね。違うか。そう、めちゃめちゃぶれてるんですよ。でも興味のないものが自分の運命を変えることがあるっていうのも事実なんですね。で、最初に、まあ、これぶっちゃけですけど、まあ、でもどっかで話したことがあるからあれなんですけど、ぶっちゃけ本当にフランスに興味がない私が最初にフランスに興味を持ったのは大学3年生の時で、
で、その時にフランス人の彼ができたっていうのが大きなポイントだったんですよ。あ、そうなんですね。うん。で、だからアメリカに語学留学夏休みに行った時に知り合ったのが、はい、まあ、フランス人 で、うん、で全く興味ないからフランスにでもそこでいろいろ教えてもらったっていうのが、うん、その原体験として多分フランスに対して悪いイメージを持たなくなったっていうかいいイメージがあったんですよね。だから、まあ、その後だから何回もパリに行ったし、だけど、まあ、住もうと思ったこともありましたよ。そのいい加減に遠距離やめてこないかみたいな感じになったから、はい、だけど私はキャリアを取っちゃったんで、うん、東京に残ることを選択し、そこで一回フランスの縁は切れたんですね。うん、だからそこからまたフランス興味ないみたいな状態になったんですね。うん、で、まあ、その2度目のチャンスが、はい、ここ訪れたのがイギリスに行った時ってことですね。だからイギリスに行かなかったら多分フランスにも興味をまた持たなかったかも。あ、そうなんですね。なんか僕もやっぱりそのプロフィール的なものはもちろん拝見してるんですけど、そこまでのところを読み取れてなかったので、うん、いや、いきなり意外な話なんですけど、そうすると、最初にだからその海外っていう意味では、アメリカに、語学留学。最初ね、その前に、あ、ごめんなさい。その前にね、実はウィーンに行ってるんですね。最初の海外はウィーンなんです。あの、ドイツ語圏だったんです。あ、そうか、第二外国語だしね。だから、オーストリアとドイツに行ったっていうのが最初の海外ですね。え、それも旅行じゃなくて、なんか語学留学なんですか？語学研修。それは、学校でやってるドイツ語の語学研修で、うん、ドイツ語選択の子たちと一緒に、ウィーンに行って、うん、ドイツ語勉強しながら観光もするみたいな感じだったんですよね。うんうんうん、そうすると、まぁ、あ、ちょっとフランスの話より前になっちゃいますけど、こう。全然離れてますよね。あ、全然。その、アキさんにとってのやっぱりそう、まあ、元に戻りますけど、世界というか海外というかね、そういう意味では最初のところ今の、まあ、ドイツ語圏っていうことだったと思うんですけど、それはだから、大学生時代？そうですね、うん。大学までは一歩も出てないです。うん、つまりその、アキさんが外国にやっぱり出ようと思ったきっかけって何なんだ？例えば第二外国語でドイツ語取ってようが、まあ当然第一外国語で英語を取ってば大学時代にね、留学する人って、まあ、みんながみんなするわけじゃないから、その辺のバックボーンというのは、例えばご両親が、まあ、ステレオタイプな、ね、感じだと、例えば商社だから、海外が近かったとか、なんかどういう感じだった？あのね、縁は全くなかったですよね、そういう親の仕事関係とか、そういうのはなく、でも私はずっとちっちゃい時から、海外に対する憧れは持ってたと思います。もうちっちゃい時からかな。何ですか、海外の最初の憧れ思い出って。最初は私の記憶では電気本なんですね、私。電気。うん、もう人の根本的なストーリーの私の根源はもう電気の本なんですけど、そこで海外の電気をいっぱい読んだんですよ。このエジソンとか、うん、はいはい、ファーブルとか、うん、なんか僕が今頭の中に描いた2人がそのまま出てきたんで。意外と同じような環境だったのかなと。ちょっと意外とそうそう、電気といえばね、はい、そう でも一番私が感銘を受けたのはヘレン・ケラーなんですよ。私の原点はヘレン・ケラーなんですね、はい、ヘレン・ケラー、ナイチンゲールあたりから入り、うん、目覚めバーッと読み始めたのが、その時はね、やっぱり海外の人ばっかり読んでたんですね、子供としては。うん、なので多分そういう歴史的なものとか、なんかちょっとそういう憧れみたいなものは大きかったかも、うん、それは電気のなんか家に、ご自宅にほら、なんか小学館とか支援者が出してるようななんか電気の漫画とか、あと図鑑みたいのがなんか ずらっとあったんですか？多分買ってくれたんだと思うんですよね、うん、親が多分好きだったからなのか、ね、まあ、でも図書館で借りたのか、でもいくつかありました、確かに、うんうんうん、買ってくれてたんだと思うんですけど、だから本当に細かい大人が読む電気本じゃなくて子供が読む電気本なんで、うん、厚いけど字がめちゃめちゃ大きいし、うん、さらっと流してるものだと思うけれども、でも本当に、うん、多分そこからですよね。なんかそのね、電気を読む中で
その例えばヘレン・ケラーだったりナイチンゲールだったり、まあ、それぞれのね当然ストーリーがある中で、まあ、みんな国も違う中で、うん、なんだろうな、その人のストーリーにもちろん惹かれたと思うんですけど、その人たちの住んでる外国というものそのものにも惹かれて、なんかいつか行きたいなみたいな、なんとなく思ってたってことですか？うん、思ってた。だから私ね、小学校3年生か4年生の時、まあ、あの当時の将来の夢みたいなのあるじゃないですか、はい、多分2年生ぐらいかな、まあ、ありがちですよ。当時の私たちの時代はもうピアニスト系なんですね、音楽家と。でピアニスト で自分がピアニストになってヨーロッパに演奏旅行に行き、各偉大な作曲家のお墓参りをするとか書いてたんですよ。すごい。で実際に後から思ったんですけど、その最初にオーストリア行った時に、うん、行けたんですよ、ベートーベンの墓に。そうで、その時に思い出したの、文集のこと。ああ私、うん、行きたいと思ってたって思って、うん、でその時、あ、ドイツ語やってよかったと思ったんですよね。あ、じゃあ行ってからつながったというか、そういえばそうだったんだみたいな、うん、不思議な感じですね。そう、そういえばクラシックとか好きだったとか、うん、ピアノ好きだったとか、うんうん、だから当時はなんかフランス語なんてやってられるかみたいな感じでドイツ語を選んだけど、うん、でも、うん、あ、なんかドイツ語選んだのはなんかやっぱりあったんだと思いましたね。うんうんうん、へえ、そうか。でもそのなんだろう、そういう意味で、まあ、その今、ベートーベン、モーツァルト、あれベートーベンか、うんうんうん、まあその辺ですね、はい、その音楽家とか美術芸術のに香りがやっぱり、まあ、さっきのオーストリアとかウィーンもそうですけどするんですけど、秋さんご自身はその大学時代に、まあ、ちょっとそういう語学研修で行ったりとかはあっても、うんうん、その後、まあ、例えば就職だったり、まあ、その時の大学も当然別に美大芸大とかではないわけ。全然興味ないですね、うん、はい、なんかそっからその後仕事というか、なんかそっちの芸術アーティスト、うん、クリエイティブとか、なんかそっちの方に行こうみたいのにはならなかったんです。もう能力ないと思ってたし、いや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 、うん、どちらかというとやっぱ人の方に興味があったから、うん、だから私はもう中学の時から心理学やるって決めてたんで、なのでどっちかっていうとそのか、うん、趣味で好きっていう、うん、でも自分でももうピアノも全然弾いてないし、むしろ聞くっていうだけなんですけども、うん、なんか、そう、もともとやっぱり直感派というか感性派の人なので、はい、だけど、うん、やっぱりどっちかっていうと人の方が興味があるんですよね。でもなんか、ね、その中学でもう心理学やろうと決めてたとか、うん、なんか、まあ、今のアキさんしか僕は見てないからっていうのもあるかもしれないけど、やっぱり、なんだろうな、まあ、このバックボーンというかね、どっから来てるのか、ご両親は、まあ、普通の定義ってないですけど、どんな方なんですか？父親はもともとすごく厳しい人で、うん、まあ、私はそのもう10代なんて父親への反抗で終わったくらいの、あのすごい、なんていうのかな、鬱屈した反抗的な子でしたよ。あったんだ。めちゃめちゃもうだからその日本の受験システムに対するこう怒りとか、うん、なんか、うん、あと親が厳しくてこう何、門限とかが厳しかったりとか、うん、なんかそういうことに対する反発心とか嫌なんでしょ、抑えつけられるのがすごく嫌 で、うん、でそれはもうずっと今でも同じですね、うん、規則、そう、あの校則とかもすごい嫌だった、うんうん、そうなので、だから中学はすごい、こう、まあ、公立だったんで校則あったんですけど、高校はもう何にも校則がない学校だったのですごい快適でしたね。もう結構高校ではこうなんかかなりなんか開いた感じだったんですか？伸び伸び、今考えるとなんか校則がないから選んでたとかじゃないんですよ。たまたま行った学校が、うん、そのパーマとバイク通学以外は何でも OK みたいな、私服だったしね、学校も。だからすごい自由な学校だったんで、うん、まあ、それを謳歌して、だから普通に馴染んでたけど、今思うと
中学の時の反発を考えると言ってよかったなと思いましたね。ああ、そうか、うん。お母さんはどんな感じの方なんですか？母親は、どちらかというと父が厳しいだけに、母親はすごいおおらかな感じでしたね。うん、でも、年齢とともにだんだん変わってって逆転してたんですよ。だから、母親の方がすごい細かくなって、うんうん、こう厳しく、厳しいっていうかすごい心配性、うん、で私が気にしないと余計心配するんで、うん、なんかその、うん、なんかバランス関係が私がちっちゃい時のイメージとちょっと違うんですけど、うんうん、だから父親はどっちかっていうと、まあ、建築系の設計士だったんですけど、うん、だからまあ自分で事務所でやってたし、うん、だからやっぱサラリーマン家庭じゃないですよ。ああ、やっぱそこはあったんですね、うんうん、そうですね、うん、そうですね。そう考えるといわゆるサラリーマンではないかな。うん、秋さんご兄弟、弟が一人大阪に住んでいます。あ、そうなんですね。年は結構離れてるんですか？近い？4つ下ですね。なんか姉と弟だと結構連絡とか離れててもたまに取りそうな感じなんですけど、どんな感じなんですか？たまですね。あんまり密ではないですね。まあ、そうなんだ。でも、うん、時々ヨーロッパに出張とかも入ったりするから、その時フランス寄った時には来てくれたりするけど、うん、まあ、どちらかというと子供同士が、まあ、いとこなので、いとこね、うん、だから合わせるためには、まあ、日本に家族で行った時にはどっかで合わせたいとは思ってるっていう感じで、うん、でもこまめに、うん、やり取りはしてないけどね、時々ふっと連絡くれたりはします、うん、あ、そうか。なんか秋家というか秋さんの周りがちょっとこんな家族の話したの初めてかも。あ、よかったです、よかったです、うん、いや、なんか見えてきて、少し見えてきましたけど、そのこの番組は毎週金曜日をめどにお届けしています。確実にお届けするための方法として iTunes や Podcast のアプリの購読ボタンを押せば自動的に配信されますので、ぜひ購読するのボタンを押してください。また皆様からの質問や感想をお待ちしています。オフィシャルサイトはパリプロジェクトで検索していただき、お問い合わせから質問や感想をぜひ送ってください。オフィシャルサイトから LINE アットやメールレターで有益な情報をお届けしているので、こちらもぜひ登録してくださいね。また次回もパリで学んだブレない自分の作り方をお楽しみに。秋でした。